木曜日の夜9時になりました。生アットマーク広島アクティブリングの時間でございます。第147回目でございます。今日は角田丸がお届けする角田セレクトもありますのでよろしくお願いします。そしてアシスタントはゆかりんです。はい。で、今日はまた美女と野獣がいます。野獣ですよ。野獣です。そうですね、潜在的には野獣かもしれないですね。じゃあどうぞ。美女から。美女から、じゃあ、はい、美女から、はい。この前から柿さんの15号愛人に付き合いました。ありがとうございます。そうなんです。いや、これも全部だから。28歳年下。そうです。そこですか。そこです。柿さん今日冴えてますね。そう。じゃあモニターをどうぞ。はい、野獣の方が、はい、なんですよ。私に何しにここにおるんですか。もう案の定デブさんが不審者がおる。不審者、切れるもんなら切ってみる。この柄はカトレン、なんでしょうか。いいよね、これもね。これでもあれではないですよね。アビスカスではないですよね、この子。なんかわからないです。何、アフの名前全くわかりません。でもアルファで言うなら僕もアルファで合わせるよ。そうよね、うん、目立ちますよ、一人でしょ、うん、よく言われるんですよ。おかしい、はい、じゃあ、はい、じゃあ野獣の銀蔵さんを置いといて、はい、潜在的野獣の方が会社が気になる。会社どうなりました、それは。先月の次から今書類を揃えて、はい、実印を作ってなかったんで、実印を作りに行って。あら。で、来月、あ、来週、再来週の30日に立ち上げます。ついに。素晴らしい。やかったですね。すごいね。今日ね、来ていきなりいいものをいただいたんですよ。もう、もうね、羨ましい。先月でしたかね、はい、出られた時にお好み焼きのあの時はマグネットのやつを、うん、見せていただいたんですけど、これで金バッジがあったらいいねって話をしてたら、ちゃんとほらここに、じゃあちょっとここで私が、はいはい、ラペルピンをね、っていただいてですね、これ、カフさんだけでしょ。そうです。これもスーツにドンとつけて日替わりで、ちょっとまあ暗いけど日替わりでこれでも目立つよね、絶対目立つ。そしてこれは、これ裏がラペルピンになってるんですね。そうです、そうです、うん、ちょっとスーツの襟につけるの、うん、ちょっと暗かった、ごめんね。こういうふうになっていて、これを今度カフさんがこれをつけてあれしたら必ず皆さん話題にしてくださいね。でちょっと今カメラが暗かったんですけど、実際はすっごい、ね、もっともっと素晴らしい、うん、はい、ね、嬉しいわ、これこれ相当ね、リアリティを1個予算機知事にあげたらほんまよ。すごいよ、そこに行きますね。ゆかりんものすごいサイトル、サイトル今日は。だって今惜しい広島県で必死でこの間タウンもできたばっかりだしね、はい、で湯崎知事がよ、うん、このお好み焼きのラペルピンを刺しとったらよ、うん、バッチリやな、ねえ、なんで刺さんのじゃろ、ほんま。いや、作ってくれる人もらって。あ、そうか。ちょっとカフさん申し訳ないけど一つあげたい。つきましょう。ねえ、そしたらね、ものすごく素敵じゃない、うん、それは本気な話ね、はい、素敵。ちょっとじゃあプレゼントしますか、郵送する、使ってくださいね、うどん県に対抗してこの2県できるんですよ、うん、ほんまよ、うどん県よ、うどん県。本当にやめて、うどん県になったら面白いのに ね。でもあれかなり本気でしょ、うん、あれうどん県でもつきますよ、手紙が。そう、いつか言ってましたよ、うん、本気にうどん県でついたって、うん、でも世界的に有名になるかもしれませんから。でもよ、考えてみて、もし広島県がお好み県にするって湯崎知事が言うたらどうする。お好み屋さんが喜ぶし、大阪が怒るかもしれないです。あ、そうか。そうか。そうよ。
大阪府がお好み府にするかいやいやいや、でも素晴らしい ねこれ自分で作られたんですか。はい、作りました。その素材って何ですか。これは樹脂粘土です。粘土、はい、すごいでしょ。あ、そう、はい、樹脂粘土です。あ、粘土でこんなんできるんだ。これも今あの発注かけたらどうですか、皆さんに。なぜならね、うん、もうデブさんがね、あ、真似して、まず、いや、まずね、もうこのコーナーにまずは10分間のカナコーズタイムからって。あ、そうじゃそうじゃ10分間のコーナーになってカナ、カナ、ね、カノコさんだからカナコーズタイムって10分間。ああこのあれは、はい、あの、うん、今立ち上げた会社はこういうのを作っておくの。いや、立ち上げた会社は主に半分は投資とかオーナー業とか、あ、うん、でちょこちょこっとこういうものを作ったり、あ、販売したり、イベントを、いい家作ってみたい、うん、作りたいですよ。いい家ってこと大工さん、いろいろ教えてもらいながら、ね、これを商品にで売り出したらええのね、うん、それはいいよね、うん、ええと思いますよ。うん、私も欲しいな。500円ブローチの代わり。どうですか。3つセットじゃったら500円じゃ高い。あ、安い。安い、安い。いや、1200円。1200円。さすが商売。でも3つ高いんだよ。安くない。そうなんですかね。現金出せる。まあでも、3つセットで割安の1200円がもし可能なら、うん、いやもう私はすぐ3つセットで買います。うん、お土産にいいかもしれん、うんうん。マグネットも良かったんだけど、うん、これがやっぱり広島県人としてはラペルピンがいいよね。うちの旦那さんね、出張するとこれ、そう、これつけて、うん、ちょっと勇気がいるかも。ここまでリアリティを追求しとったらね、逆にもう堂々と、それでもうほら広島県人はみんなつけるよ、これで惜しい広島県をこれでアピールして、うん、これがね、ちっちゃいとね、多分分かんないから、うん、何も振られない、そうそうそう、それでも一人でこれをペンダントにしたら、うん、女の人は悪いけど言うか、悪いけど言うかね、私はあのラペルピンちょっと自信があった。だってこの胸元によ、お好み焼きがブルブル、服のここない、イヤリングでもいいか。イヤリング、それはユカリンがしてください。3点でペンダントとイヤリングのセット。ね、ユカリンさん、めちゃくちゃデブさんがねぎるな。そうだろう、やっぱり商売人違うよね。あ、あくびさんがすごくお久しぶりに、お久しぶりです。途中からのでお話が見えません。そう、退院されたとか、ずっと入院されてたのに退院されるって言っておられたので、おめでとうございます。あくびさんね、今あのかのこさんが柿立さんのために作ってくれたお好み焼きのラペルピンの話で盛り上がってます。湯崎知事にあのプレゼントしたらどうかという。で、3点セットでね、1200円とかいう話が出て、ゆかりに至ってはイヤリングとペンダントのセットにせえとか言ってます。いや、私はピンでいいです。イヤリングもすごいね。でも、イヤリングでね、ここでお好み焼きって言ったら相当よ。それこそ恥ずかしくない。右と左違うんですね。そうそうそう、ネギとタオル。それは例えばかのこさんみたいにロングでたまにチラッと見えるならいいけど、私みたいにショートでいつもこれが見えると思ってちょっとまずいかもしれない。でも宣伝にはなるよね、絶対。そう、お好み焼き屋さんの奥さんはやらんといけんよ。あ、なんでですね。お好み焼き屋さんの奥さんならいいよ、だって、うん、ねえ、お好み焼きながら、え、このイヤリングで、すかさず売るんよね。そうそうそう、そしたら多分ね、一人当たりの購入倍が。ちょっと待って、ちょっと待って、かのこさん、それ他と契約せずに私らと契約する1000倍契約を。なんか知らんけど、で、そのお好み焼きさんの、ね、私からおろすけ。そう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 、生産を。だからかのこさんは直接おろしてる、私らがおろすから。そうよね。そうそうそう、制作アルバイトじゃ あの私たちが1000倍契約を結んでね、うん、普段私あの
パートで作ってください私も、あのネギ一緒に作りましょう。そう、二人で、二人でこうピンセットそうなんだ、じゃああの、カキさん、私たちあれ売りましょう。売りましょう、うん、ビジネスマンで。じゃあ私たち制作しましょう。制作しましょう。ちょうどあのお好み焼きのレポートやってるんで、はい、その時これつけていきます。あ、バッチシ、うん、いやでもえ、イヤリングでヘラひどいこと言うデブさんがヘラのピアスもお願いして誰が次それとかあくみさんがね、今日退院しましたって、うん、あ、そう、よかったね、ありがとうございます、うん、もうなんかめみあの話が見えないとお好み焼き、ゆさきちいち後でゆっくりあのアーカイブをご覧そうですね、これ2ヶ月ぐらい前から遡ってきて突如現れて殺してましたそのうち2ヶ月ぐらい前ね、あの書き立てセレクトからご覧になると、はい、彼女がどんな人か分かると思います、はい、ですですまあでもそれは本当にいいですよね、うん、で、イヤリングは実際可能なんですよ。作ろうと思えば作れますねあ、ほんま、はあ、じゃあちょっと私お金払いますから作ってみてつけないって言ったね、さっき。いやいやいや、もうあの先ね、先輩契約を結んだから、10月にはじゃ あ10月のパーティーにはみんなしてくれる。だから男性はもうラペルピーでもうカフスでもいいよ。あ、それで女性はイヤリングかペンダントね、だって誰も来い。いや、上綱さんは絶対乗ると思うよ。あの人はもう広島もものすごい愛しとってるし、ね、お好み焼き好きかし、歌も歌ってます。あ、そうよ、そうよ、そうよ、ヘラヘラを、そう、そうヘラヘラ、そうそう、ヘラメイタ、あのほらヘラメイタ、ヘラメイタ、ヘラメイタ、あのユニットでね、ボーカルをしてるユミさん、うん、ユミさんにあれを歌ってもらうときに、うん、お好み焼きのイヤリングをして歌ってもらう、それいいかもしれないですね、指輪も、指輪も、うん、指輪もね、鼻ピアスやめてくださいなんか今日は暴走してるのゆかりすごくされとるのよされとるのでもゆかり中で私いいと思う、絶対使ってくださいって言ってね、そう、うんうん、ネクタイピンとかね、うん、ネクタイピン今する人ってんですよ。ネクタイピン自体はそういうのあんまりしないですよね。しなくなりました、一時みんなしとったですよね、うん、なんかあのサンゴのとかね、でも今はあんまりしてんの。カフスもあんまり、あ、そうよね、カフスもあんまないね、ゆかりちゃんここへ、うんね、なんで今頃カフスしないんですか、おしゃれでしたね。僕はしてますよ、冬、まあ長袖の時はね、あ、まあ、うんうん、だから逆にカフスをしてる人を見たらすごいおしゃれだなと思って、ね、うん、で今もう簡単に止めてるから、うん、でタイピンもあの、ね、ピンだった時もあるんですけど、はい、うん、もうしませんよね、うん、若い人、うん、じゃあ、ま、ぜひあのお好みで、ね、流行らせてお好み焼きのタイピンしたらいいね、ほんだら、うん、かっこいいですよ、ね、一通り作ってみて、あの評判がいいものを売り出しました。あの県庁と市役所の人間みんなそれしたら何か売れますかね。3000人が。あ、タイピンは欲しいってもうデブさんが。うん、話の種になるもんね。だって営業してる人とか県外の人とか、うん、特に県庁の人なんか絶対するべきよね。するべきですよ。それでね、いろんなところするときにもう全部それでやったらもうバッチし。うん、宣伝効果ありますよ、ね、この件ですね、え、というかテレビ局とかもう全部に売り出してみるはい、じゃ あ, あの会社も順風満帆にそうですねじゃあ私も欲しいのであの、はいはい、ではあげときます、うん、じゃあ私もやっぱりイヤリングしたい。他にも何か告知することありますか、ね、うんうん、他に、はい、今日は何も一応会社あるの会社はもう作るということ作ります、はい、でそれ でもそれだいぶ時間かかりますよね。でもこれもし殺到したら殺到するかね作ってるとこ見たいよねそうよ私といや、うん、そうあ私いや私もね本気に本気に私嫌じゃって言ったけど私なんか考えようによってはイヤリング欲しいかも。なんかね、あ、ほんとイベントみたいな時に、うん、遊び心があるイベントの時にしてったら楽しいかも、うん、ね、私お金本当に払うのでイヤリングを作ってみてもらえませんか、はい、私ピアスじゃなくてイヤリングなので、うん、うちって、うん、合わせて、ね、うん、
そしたらもうびっくりした。ぶら下がるのは重たいけ落ちるっけ、やっぱりここはパッチリ、パッチリがいいと。じゃあ皆さん、あのもしご希望の方はあのお好み焼きのタイピンなり、お好み焼きのラペルピンなり、お好み焼きのイヤリングなり、ね、ペンダントなりね、ちょっと、はい、注文してみてください。作ってるところ見たいですよね。ああそうよ ね、 ね、作ってるところ見たいですね。このニュース番組で作ってるところ見したいね。でこっちそうよね。だってあのカキさんのあれ小回りが効くので、うんね、いいかも、いいかもしれない。もういろんなところで宣伝してみましょう。ああ、はい、それでもう手が合わんようになったらもう2人行くんですよ。そう、私たちもね、銀ちゃんゆかりんコンビでね。時給900円。そう、そう、超雑誌になりそうな2人。時給900円を取るからには、1時間で何十個も取れるんだよ。時給900円なのに、1時間で1個も取れるんだよ。時給の方が高いよ。まだね、だって時給900円なのに1個500円を1個も作れんか、うん、流れ作業でやるの2人で。そうそうそう、1時間で作れんじゃん、ね、2人で流れ作業作れないと思う。患者作れないから、うんうん、だから900円じゃない。1100円分かった。じゃあ時給900円を得るために1個作ったものは500円じゃなくて1100円で売るんだね。じゃあそれ3点セットだったら、さっき1200円って言ったら3000何本だ。3000円言ったら変わんねえ。3000円よ、ちょっとね。でも日本製の銀ちゃんゆかりんが作るんよ。ね、世界に通用するデザイナーより作り手の方がブランドになる。おかしい。ところでこれはあの例えば、はい、あの欲しいなと思ったらどうやって注文したらいい。いやだから私を通じて。ここは仲介だ。ブローカー。そうよ。だからいち早く私今ね、だからもう直接はダメですよ。専属系は。じゃあまず自分がそうで、あの機能性とか付け心地とかあのするんだ。そう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 。ただまあお友達だから、うん、まあ600円で売ってあげたい。ありがとうございます。私を通してください。私がゆかりを通して。作るのは自分で作って。そうよ。買うときは自分で買う。そうだ。一生懸命。一生懸命。そうだ。銀ちゃんが作るんだった。自分が作ったもの。自分で作ったんで。小木さんに私そこから買うの。だって時給900円だよ。そうだね。だから時給900円出そうと思ったら。200円マイナスじゃん。200円は私の懐に。デザイナーが泣きよ。いやいや、じゃあ本気で欲しい人が来たら。泣いてる。泣いてる。この間の煙が目に染みるじゃないけど、もうなんかね、うん、泣けてきた。いい芝居だったいう評判ですね。ありがとうございます。そうなんです。めちゃくちゃいい芝居だったんですよ。本当に泣いたり笑ったり。ね、あ、デブさんがね、あの煙が目に染みるに対抗して、絵が見えにしない。出るって、うん、やろうって。誰が出る、誰も出ない。それこそ宣伝しにくくない。ね、あのね、今度いいお芝居があるんだけど、なんていうお芝居って言うと言える。絵が見えにしめて。時々あるでしょ、臭いとか、そういうレベルじゃなしに。スカンクじゃん。ああいう感じの本って。誰が脚本書く、やっぱり銀ちゃん。脚本は私から。で、主役はデブさん。主役デブさん。脇役。デブさん、言うてないって。言うてないってよ。作り話かい。作り話だ。
ありえない。ちょっと私もまた涙出てきた。ふらふら切ったね。おかしい。ニセマネージャー裏切った。それは裏切るよ、ニセだろうな。あ、きっとね、あれないよ。原付バイクで来られんけんね、1ゲット1ゲットなんじゃ、1ゲットあんな嘘ばっかりもうひどいわ、ほんま。まあね、ちょっとあの分かりました。じゃあその煙は目にしみるの話題が出たので、はい、真面目に裏話を聞きましょう。そうよ、そうよ、真面目な裏話ね。はい、せっかくなので、うん、あ、もしよかったら一緒に、誰か待たせとってですか？家に子供が子供さんも今だ、幼稚園？いや、小学生、3年生です、うん、3年生、女の子？女の子です。かわいい。わかりました、じゃあ皆さん、かのこずタイムはこれで。そう、はい、そう、会社の人にみんなもう終わりってプチッと切らんよ。会社の名前はトレジャーで。トレジャーさん、はい、かっこいい。トレジャーかっこいい、はい、トレジャーハンター、はい、じゃあぜひ従業員がいるときは言ってください。そう、本当従業員がいるときね、ゆっちゃんゆかりが言ってくださマネージャーいつか言ってください。格安でお願いします。マネージャービジネスもみんないますので、はい、じゃあカノコーズタイムでいいんですかね、デュースさん命名で ね、じゃあいいですか、カクタスセレクト、ね、あの毎回初めの10分はカノコーズタイムで、はい、で、はい、毎週こんなの持ってきて素晴らしいじゃん、めちゃくちゃ見せる毎週じゃない、毎月じゃない、今度はこんなん作ってみました。なんか愉快だよ、ゆかりん今日過ごしたいちょっと暴走気味暴走気味まあ、あんまり気になさらないあの無理のない範囲で私この前耳が聞こえなくて病院に行ってきたんですね。突発性なんでしょ。いや、なんともなかったんですよ。え、なんで？人より聞こえてますって言われて、結局なんだったか分かった。あのね、人より普段は聞こえてるわけでしょ。で、突然聞こえないわけですよ。うん、分かった、それは勝手耳ですね。だから聞こえたいものだけ聞こえる。聞こえたくないものは聞こえない。そういうこと言われました。はあ、脳がね、なんてすごい微妙な働きをするの。だからでもその耳は素敵な耳ですよ、うん、だって聞きたくないものは聞こえなくていいもんね、うん、旦那の声だけ聞こえなかったそれ言うてええんですか。ちょっと待って、やっぱりね、いやること見ちゃう、見ちゃう、基本的に終わるなと心の中思いよったらやっぱり終わらんかった終わらんかったえ、ご主人の声だけ聞こえなかった。そうなんですよ。もっとはっきり喋ってって、もう何回もそれを言って、あ、会話領域がすごい聞こえにくくなったのかも。でも娘さんの声とか他の人の声は聞こえるんです。女の人の声は高いけ聞こえやすいんや。多分。でも他の人の声も聞こえたんですよ。柿田さんの声も聞こえます。なんでそんな顔するの。ご主人が見てないことを祈ります。見てないですかまだ仕事してるんで大丈夫。仕事してるのにこんなことだよねなんとデブさんがね、自分で言っとるくせに、はい、え、カノコズタイムで正式決定なんってそうです、採用されましたデブさん、いろんなものを採用されました、いろんなものを採用されました。この間もね、キャッチフレーズをね、よかったね。はい、じゃあ引き続き、あの生アットマーク女子マークティブリングも、うん、デブさんのアイデアを採用しました、うん、はい、採用しましょう、はい、で、商品は、そのうちカクタスさんから伝わると思います。何かあるでしょ、何かあるでしょ適当に、じゃあカノコーズタイムで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後の告白はあんまり聞かなかったことにしてください。そうそう、カノコーズは聞いてない、できない、聞かない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのところに帰ったり、はい、すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。出すかと思ったらねいや、 やっぱりね、普通に終わらないカノコーズタイム。でもあれですよ、あの奥様方からえ、もう一回言ってって言われ始めたら危ないですよ。ああ、そうかそうか、逆の可能性があるわけだ。そう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 、あ、そうか。だから銀ちゃんね、奥さんが、うん、え、何って聞いちゃったら怪しいです。その時は何も言うとらんって言うの
そうなる前にまだ会話があられましたあ、わーい、待ってますって、はい、待っとってください、1ヶ月後まあそのうち、あの、カキさんから素敵なね、なんかもあるでしょうから、うん、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあちょっと煙が目しみるの裏話を楽しみでね。そうです。ここから話しますかね。いっぱいありましたね。うん。でもなんかいいお芝居ですよね。なんか泣いたり笑ったりとか、うんうん。だいたいああいう構想っていつぐらいからあったんですか。あれはもともと僕が最初出演する予定じゃなかったんですよ。うん、あ、そうなんですか。はい、あのユニットは毎年1回公演ずっとやってるんですけど、うん、今回9回目で。で、もともと違う役者さんが北見悠仁がこいつをやる予定だったんですよ。はあ、はい、で、その方はちょっと体調崩されたということで、まあ、ピンチヒッターみたいな感じで、そうなんですね。だから実際演じられる予定だった方も来られてますよね、見に。あら、はい、前の方で仕切りやっちゃった人いや違うんですよ、人を連れて来られて、あ、ここに座ってって、私ら前から2番目にここがいいよってデーブさんが教えてくれちゃった、はい、ここにこうおられるところで見たんですけども、はい、その前にちゃんと座らしとっちゃったっけ、はい、その方うーん、でもなんか私思わずね、あのあれ猫寝てちゃんと2人初日に見に行って、はい、もう一番前のところが一番前って言っても2つ分かれていて、うん、で右と左があるんだけど、あの柿田さんの出番が多い、はい、あの向かって左手じゃなくて、はい、上手に行っちゃったね、そう、はいはい、私は下手に座って、はいはい、右の方、右が下手ですかね、向かってで右が上手です、あ、で私は上手か、はいはい、そう、上手に座ってしまったがために、はい、こう斜めにちょっと見てしまって惜しかったな、私下手だで私ね、あの全然変な意味じゃないんですけど、私柿田さんのふくらはぎにずっと見とれてて、あっちすごいな、あっちって出た時、いやなんかねすごいふくらはぎがバンとなんか発達してて、はあスポーツマンなんじゃそこ見てんの怖いですね思わず見とれてしまう、そうそう、死にあの白い死に装束みたいな、そう、死に装束の時に結構いっぱい見えてね、死人にしては健康だなみたいな。じゃあ今足の話題が出たんで一つだけ裏話をすると、はい、これ僕の番組でもちょこっと言ったんですけど、本番が金曜日の夜だったんですよ、初日はね、その日の昼にゲネって言って、はい、全く本番と同じ、はい、ゲネプロ、まあ、リハーサルやるんですけど、はい、その時に僕実は右の足のふくらはぎ、プチッ、肉まで伸ばしたんです。はあ、なんで？なんで？その立ち上がるシーンの時ですね。あ、ふくらはぎ？いや、じゃなくて太もも。太もも太もも。筋がね、痛かった。で、本番その日の夜までずっとガムテープでテーピングしといて、で見えるじゃないですか、こうやって足が見えるシーンなんで。いっぱいいっぱい見えました。だからガムテープ半分と本番外して。うんうん、で、まあ、結局3日間乗り越えたんですけど、うわ、だスタッフも他の出演者にも誰も言わずにやってて、一人だけでもお客さんで気づいた人がいるんですよ、帰りに。足大丈夫ですかって言った人がいて、まあ、周りに黙ったから僕は大丈夫ですよって言ったんですけど、ね、それがたまにこの番組見に来てるケーキ屋さんが、プティ・コションさん、コションさんが、足大丈夫ですかって言う、これバレたと思いながら今デブさんが煙が目にしみる最高でした、ゆかりんさんにバレないように泣きましたバレちゃったお互いにね、お互い上向いて鼻に向かってでもそんなね、怪我しながらでは見えなかった、気づかない、他の、ね、人たちもいるんで、出てる方たちもいるんで、うん、あんまりね、怪我が一番最低なことなんですよ、プロとしては、うん、セリフが飛んだとかそんなよりも怪我すると次が出れないかもしれない、うん、セリフが飛んだんだと次は頑張ればいいってなるけど、怪我が一番ダメなんで、これは僕は言えんなと思いながらやってて、で僕はね、しゃがんだりね、いろんなことするシーンが多いんですよ、そうですよね、死人じゃけ、そうそうね、死人は何でもせん、いや、こうやって立っとるんじゃない、忙しい死人じゃけ、一番最後にみんなが記念写真撮ったじゃないですか、その後に窓枠のとこから2人で行ったんですよ、分かりました、あの、あれ動画が止まってるんかな、あれね、窓枠のとこまで僕ら匍匐前進で行って、で、みんなが入って撮りますよ的にこう人間に出るんですけど、はい、なんか匍匐前進がまた大変で、あ、足は痛いわ、肩が痛いわだったから満身創痍ですね、あ、そ
中で全然気づかずにふくらはぎに認めてたというすいません そこだけいや他も全部いやあれはだって最初にバッと出たので、うん、いや私 あんなに立派なあの筋肉質のふくらはぎだと思ってなかったのでちょっと見とれてました。確かにね他の人と比べたら太いと思います。うん、だってもう一人の方が割とスーッとした足だったので、うん、足に規範をつけるシーンがあるじゃないですか、はい、あれも僕の場合は太いんで紐を長くしようって言ってそうですよね、はい、手につけてて足につけてて、そうそう足につけるって、うん、六毛線がどうのこと、ね、そう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 、あれからね入ってた、うん、だから思わず見てしまいましたけど、うん、ごめんなさい別に変ないやらしい意味はないですけどそんなこと思ってなかったけどいやいやでも面白かったけどあれがねあの脚本が有名な脚本だと私は知らなかったので面白いなと思って。うーんちょっと古かったですよね。もともとの内容はちょっと古いですね、うん、だってあのビデオ屋とか今主に DVD ですし、あ、うん、アントハーフさんというか伊藤さんが、うん、なんと裏話まで目に染みますねうまいこと言うね伊藤さん本当だでもなんかねあのコミカルなのかなと思ったけど私も実はあのグシュっていうのが恥ずかしかったので隣猫の手ちゃんに気づかれないようにこうみんなかそうまでやってしまいましたけどね、うんうんうん、あれ若い役者さんが多かったですね。みんな若いです ね, ね, ねおばあちゃん役でも若かったですね、うん、おばあちゃん役も20代の方ですからね。ねえ、うんうん、みんな本職の役者さん、うん、じゃないですか、ね、うん、なんかうまかったんですよ、うん、っていうかあの若いっていうのは分かっていながら、うん、思わず引き込まれてしまう、うんうんね、僕の相方とかもう一人死んだ野々村さんっていらっしゃるじゃないですか、はいはい、あの方はもともと自分で劇団を持たれてたんですけど二十何年前にもう辞めて、全くだから何も演劇を活動してなかったから二十何年ぶりに復活したんですよ今回。でもすごい芸達者なねえすごい、ね、あのセリフの回しとかごわんってそれこそ裏話いっぱいあるんですけどね。ええー、何ですか何ですか何ですかセリフ変わってたりとかあれでも終わった時にね、うん、柿田さんの隣に落ちちゃったんですよ、はい、すっごい真面目な顔してもうなんかねほっけなもうねほけてたっけな疲労困憊して練習中だけどこの人すごい疲れとったんだなと思うね、ね、すごい疲れた感じ、いやもうなんかねもう出し切ったいう感じの隣で声かけられんかったもん。ああその割には写真撮ってましたね一緒に。あれはね、じゃあ柿田さん、柿田さん嬉しそうだった、うん、隣の野々村もう一人の野々村さん。でも二十何年ぶりだったらね、うん、やっぱりあの久しぶりだから疲れるかもしれませんね、うん、あれでも私お芝居ねあの映画とかなんとかと違ってやり直しが効かないじゃないですか、はいはい、よくあれだけみんな覚えてるなと思って、まあ、稽古もちろん僕も3秒飛ばしましたからね。あそうプロの僕が言うのもあれですけどまあ誰も知らないけどねそれでも話のつじつまが合う場合はいいけどその3行飛ばした場合がね全然合わんようになったら大変なことでした ねああいう時はあの周りの人はアドリブで合わせてくれる。今回は演出家がアドリブは禁止っていうことされたんで、うん、まあまあとにかく周りの人間で助けようと、うん、飛んだ人間はもう真っ白になっちゃってるから、うん、出てこないから、うん、変なこと喋るよりは周りの人間で助けようっていうのはまあ決めてはあったんですよ、でもあんまり変なアドリブをつなげると役柄が変わったりとかするんで、でもやっぱりそれね柿田さんでも3行飛ばしたっていうから、うん、他の人たちも結構あったんじゃないですか。それはないんですか。まあまあちょこちょこありますよ。でも、うん、僕らは本当のホットセルフ知ってるから笑うおかしくてたまらないんですけど、うん、まあお客さん初めて聞くんだから分からないと思うんですけど、僕らからしてみるのもおかしくておかしくてあじゃ あそれらしいことを喋るよってやったわけです。そうそうそう、うん、ああそうなんだ。ああでもあれアントハーブさんがね伊藤さんがたまたま隣に座ってらした女性はねずっとこのお芝居が気になってようやく今日来れたんですよとおっしゃってました。その方も良いお芝居でしたねとおっしゃってましたよ、うん、うまっつって、うん、さっきの疲労困憊の分はねあのデブさんゆかりんあゆかりんさんおいらもそれは思いましたいやみんな思っとったね、うん、なんか大気がすごかったなんかねどうもありがとうございますそうだしきっとね
やりきった感が面白いですよ。面白いですよね。だって生でね、しかも近かったんですよ、お客さん。もうこれぐらいの距離だったんで。じゃけんね、あのね、思い出しますそうあの、ね、お弁当食べるのがあってね、いろんなお弁当が出てくるね、ええ、あこのお弁当はだけどこうやって見た時、あこの人のおかずが全然入ってない弁当とか、いろんな弁当があるだけどね、見えるのはちゃんとおかずが入ってて、こうご飯だけ食べるのもね、白いご飯に梅干しのとかね、いろいろなのがあったけど、見るのが面白い。どんなお弁当かな、どんなお弁当もないからね、ね、梅干しが入ってるやつが食べるご飯、食べる弁当。あそうなんだ。梅干しが入ってないのは見せるだけだ。あったんよ、前から2番目で見よった。あ、私一番前だったのに全然見えてない。一段上がってた方が見えやすい。そうそう、だけどこの角度によってね、弁当が違うんよ。あ、そうなの。ご飯は入ってるんです、入ってるんですけども、食べる用は煮干しが入ったやつが食べる用です。はあ、私本当に飲んだり食べたりしちゃったので、あ、本当に飲んだり食べたりするんだと思って。ねえ、結構大変ですよ。あの、量とでしたっけ、インドネシアから帰ってきたら、彼も本当に稽古の時も食べながら練習しましたからね。あ、食べて話さん時から大変ですよね。そうそうそう、ピャッと飛んだらいけんしね。ピャッと飛んだら むせるよね、あれね。そうよね、あんまりね、食べながらで汚くね、飛ばしちゃったらあれだもんね。あれですよ、伊藤さんが私が見た時出だしで、もう一人の方が何行か飛ばされたような気がします伊藤さんの時は、伊藤さんは朝じゃなくて2時2時半でしたね。でも気づくもんなんですね。2時半ですよね。多分それは僕が飛ばしたと思います。まあでも何とも私は全然ね、全然気がつかんかった、呆れて見えたんじゃないかな。でも食べたりね、実際に食べたり、そう、それでこの距離だから緊張されるんじゃないですか、舞台の上よりも。僕はそう、緊張ってのはあんまりなかったんですけど、でもみんなね、長い間もずっと小学校、中学校ぐらいから演劇部でやってこう鍛えられてる人らは、あ、すっごいやり慣れてるっておかしいけど、舞台の役者さんばっかりが揃ってるなというイメージはありましたよね。ああ、うん、確かにね。ただね、直前までみんなこうやって本当台本を読んでるんですよ。で、僕はそんな真面目じゃないからあれかもしれないですけど、もう劇場に入ったらもうどれでもなれやみたいな感じのところがあるんで、で本当の台本はこんなちゃんとした本があって、さらにちっちゃいこんなメモで見れるぐらいのちっちゃい本をみんな持ってるんですよね。はで本当にもう合間にずっと見てるから、もう今までこんな3ヶ月も稽古してきたんだから大丈夫だろうと思うんですけどね、やっぱり不安なのかなと思いながら。大きな劇場だったらなんかスクリプトって、はいはいはい、あるじゃないですか、ああいうところではできませんもんね、もう覚えるしかないからすごい大変だ。スクリプトを見るのはちょっとね、演技上そばで言ってくれる人、ね、ありますよね。あら、あれ伊藤さんが、あら、カキさんだったのですね相手のせいに見せるのはさすがカキさん、お上手そんな罠を踊ったんですかそれありですかそんな罠があるんですよねというか、あの、飛ばしたというよりも3行僕が喋った後に向こうが一言喋って、その後僕5行あるんですよ、で3行の出だしとこの5行の出だしが同じような出だしだったんで、飛ばしたというよりもこっちの1行言っちゃったんですよ。あ、でそのままずっと続けりゃいいものを僕も、ああ間違えて1行言っちゃったと思って1回止まっちゃったもんだから、ここのセリフを言っていいものかどうか向こうは迷ったんですよ。ああ、なるほどね。だから見た目は確かに向こうが止まってる見えるわけです勝手に僕が先行っちゃったんだけど、あ、なるほどね。でそんなの気が付いた人が3人か4人落ちちゃったんだ10人ぐらい落ちちゃったあれは結構気づいたと思いますかわいそうに相手の方のせいそれです、疲労困憊しちゃったんだ私も11時半じゃったけどそうよ、カキさんはほんまにもうとんでもないで止まるかもしれないまあでももうしょうがないですよね、だって、生き物だからね、まあ、そうそう舞台ってずっと続いてますからね、はい、だから初日のね時にここで受けたものが次に受けなかったりするわけですから、ここで初日は泣いたけど次の日はそこで泣かなかったりとかのがあるわけですよね、だからやっぱり僕らもちょっと下間の違いかもしれないし、あ、
立ってるうちの。こう何人ぐらいのお客さんもらえるか、300人1回につき150人弱ぐらい。150人ぐらいの顔が見えるんです。見えます。みんなこう泣いたり笑ったりも見えるんです。そうなんです。すごい、ね、いやこっちが見えるもんなんかなと。じゃあこう手振りゃいいですね。いや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 、それはあそこで皆さんが泣かれた時に、なんで泣かれたかっていうと、まあ、僕らの演技もあるんでしょうけど、お客さん自体がこう泣いてる声が聞こえるわけですよ、やっぱり、うん、こう抑えてる、泣いてるのこう泣いてっていうのがもう僕らも聞こえるわけですよ、舞台に。それが多分お客さん同士で聞こえてくると、だんだんつられて涙がどんどん出てくるんだろうなっていうのが分かりましたね。で、あのデムさんがね、真っ暗だったでしょ、あの、うん、舞台のあれ上、はい、真っ暗にしました、はいはいはい、私もデムさんと同じこと思ったんだけど、はい、あの真っ暗な中でよく自分の立ち位置が、あの傾向のね、あれだけで分かるんですかね。あれ何回も稽古しました、現場で。だって本当に真っ暗だった。そう、真っ暗くらになるのね。もう手探りじゃない。一番最初だから僕が出るシーンがそうじゃないですか。真っ暗。最初家があって、そう暗くなったかなと思ったら本人が入れ替わってて。そうだから、あの音がガタンボコンとかするわけでもないし、あれはだから向こうから見えない、例えばソファーの裏側にこういろいろ印象ついてるわけですよ。テーブルの裏側とか、あ、なるほど、ね、でこの光とこの光の間を行けばテーブルに座れるねっていうのが何回も稽古して。なるほど。いや私もね、そればっかり気になって、この真っ暗いな、こうどうなるか。なんでそういうところだって、こうね、あの幕が降りるわけでもなし、はい、そうね、あれは何回も稽古しました。だから暗くなった瞬間に誰がどう動くっていうのがもう決まってるんですよ。でどうしてもわからない人は手をつないで動いてるんですよ。僕野々村さん手つないで剥げてますから。あ、なるほどね。それで野々村さんが弱ったと選挙吸い取らせて、そうかもしれない。でも僕らがいいよ、ふと。いやいや、でもね、あのね、すごくインパクト結構強いんですよ。目の前だからね、この距離なのでね、すべてがいろいろ見えるので、うんうん、だからなんか、あのお芝居なんだけど、すごく距離が近いから、なんか親近感が湧くというか、うんうんうん、なんか身近な出来事のような感じっていうか、で、役者さんも役者さんなんだけど、それよりもっと近い存在っていうか、うん、その舞台の上の人というよりは、うん、なんか すぐ隣近所のね、はい、なんかそういう感じなんですよね。だからちょっと感情移入もしやすいっていうかね、うん、思わず。あの中で今役者、まあ、12人全員出てきたんですけど、あそこに出てきてない人で小松のジジイっていうのがいるんですよ、ね。ああ、そう、出てきましたね、はい、あの美容師さんがすごい嫌だった。いつ出てくるんかと思って、小松の爺爺出てこないんですけど、そういつか小松の爺爺やりたいなと思って。市会議員で、そう顔の毛 の釘を斜めに打って、そう私ね、出てくるかなと思って、どんな嫌な爺爺だろうと思って待ってたんだけど、そう、向こうにおるんで、ね、そう、あれがいるから行きたくない。そうどんな人もその役をやるんかな。ちょっと返事ぐらいか。ねえ。そう。銀ちゃんね、なんか、あの、銀ちゃんはだから見ることができなかった。銀ちゃんはあれがコンサート。コンサートが。違う、サマコンが向こうで、私はサマコン、サマコン行かれんかった。行かれんかった。サマコンも、岡部さんも行かれんかった。文化交流館館でサマコンがあったんです、うんね、うん、じゃあ次は一緒に行きましょう。行きましょう、はあ、うん、でもね、こう次は出るかどうかわからんのって、忙しい、カーブザクない、あ、だったら、だったらみんなでもう劇団立ち上げる。それええね、ね、うん、そらね、ええのがあったらが目に、へが目にしみろや。花江さんはね、やっぱり役者の柿さんをこれからもっと見たいですね、とか。ありがとうございます。そう彼は演劇はされないですか。彼はどうですか、でも役者、彼も役者みたいなもんですけどね、ね、いろんなことできますから ね、いろんなことできられるじゃないですか、立花さんもね、まあ、みんなでほら、やってみたらいいじゃないですか。私はよ、さゆかりもそのままの役を作ってもらえない、銀ちゃんに。そのままの役2人で、また内職新喜劇みたいなのやりますよ、ね、絶対面白いと思う。もうあの役作らんでもいいじゃない、そのまま。脚本もいらんのじゃない。違う、このまま舞台の部分舞台が座って
や別にね、あの素のままでいいんじゃないの、ね、やだ、じゃあ芝居にならんじゃん。ね、前もやってるんですか、あのエチュードって言って、あ、はいはい、ね、設定だけ決めて、そう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 、あなたは、あなたは、あ、そうそう、あの時王女した、あれでいいと思いますよ。あ、あれ、あれ面白かったね。私、あの、あれですよ、ゆかりんと組んだ、組んだんです、組んだんだけど、私なんかもうすっごい、あの、楽しかった。いじめるのが。そう、どうしよう、何の役、なんか私、結婚詐欺かなんかや、そう、結婚詐欺の役を。結婚詐欺の設定だ。私は取り調べるで。そうじゃそうじゃ。そうじゃそうじゃ。あのそれをね、1回目に。で、その次のもんもね。前回も面白かったですよ。今度はタクシーの運転手とタクシーの着って言ってやった。私ね、申し込んでたのに1回目行かれなかったので、お金は全部払うから2回目から行かせてくれって RC 社の方電話したら、いいですよって言われたので。え、行くの。まあね、面白い、ゆかりんとの掛け合いの時にちょっと面白さを知りましたね、うんうんうん、なんかもうあなたって、柿田つまるさんってじいさんを騙したそうだそうだあの時かそうだそうだそうだよね、そうだゆかりん、ね、70なんでゆかりんでもね、私ね違う、あの才能あると思うよ、ないと思う、ね、このヘラーっとしてこの華やかさで私って、やだいや、 やっぱり役者は演技、演技。あ、辰馬内さんが、平田さん、コスプレ電車構想はその後進展はないので、あ、そうよ、コスプレ電車をね、やろうって私、去年から言おったんだ、うん、でもコスプレは、うん、小口さんがすごいよね、コスカレー、あ、伊藤さん、伊藤さんが、ごめんなさい、コスカレーして電車乗るんですか。いや、それはね、去年、一昨年からね、私、忍者になりたいって言って、忍者、私、広島城にちゃんと掛け合いにも行ったんだけど、広島城で忍者のイベントはできんって、広島城の外側の堀と、うん、あの天守閣の間だったらいいよって言われて、うんうん、それじゃ面白くないなって、うん、城に登りたかったのにと思って、一応それは頓挫してて、でもう一つ構想はね、あの広島の電車をあのクリスマスの近くになって、一応借り切って、その駅にね、その電停にコスプレした、だからマリー・アントワネットのコスプレした人が電停に待ってて、電車がパーッと来たら乗り込む、それからまだ神谷町だったら、あのまあ、そういう、それらしい、うん、要するにもうそれに参加してる人はいっぺんに乗り込むんじゃないんですよ、その広島駅から宇品までの間に全部立っとくわけですよ。うん、そのクリスマス間近のね、あのジングルベルが流れる間近で、そしたら一緒に乗り、あの一緒じゃないけど電停で待ってるお客さんたちは、なんやろうこの人たちで、しかもずっとそれに乗り込んでいくわけですよ、はいはい、それで乗り込んでいって宇品のどっかでパーティーをして、で帰りは今度は逆ですよね、宇品から乗って一人ずつ降りていくわけですよそしたら今度は最初電停で待ってる時もお客さんはびっくりするだろうけど、街行く人はね、でもあの電車から降りるときは誰も見えないから突然電車からそれがボロボロ降りてきたら街中の人がびっくりするじゃないですか、だからあのクリスマスプレゼントにいいかなと思って。誰にクリスマスプレゼント。いやいや、あの広島の街の人たち、ただのクリスマスはじゃなくって、あの 街の人たちにクリスマスプレゼント面白いかなと思って、だから駅から宇品までの電車をあの1台借り切っておいてね、だからあの参加者はまあ何十人かで、その彼も全部の電停におるんですよ、ほんでこうやってなんか扇を広げながら、もしくはこうポンパドールに言った人がね、あのホホホホって言いながらで華やかに電車に乗り込んでいき、で今度電車からバーッと降りてって、うん、ごきげんようって言いながらっていう構想を持ってたんですけど、まだ実現したらない。いや、あの実現しますよ伊藤さん。それからあれ、花クラブの領事さん、妙音寺の準備で座れない、いや忘れ座れなかった、改めましてこんばんは、こんばんは、あれがありますよね、あのちっぽけな、うん、あの東北大震災をご招待のあれが来てたフェス、極力私調整しようかなと思ってるんですけど、ずっと続けられてるから ね本当に偉いでしょ。参加しないのボタン押したらいけませんよ。そうそうそう、ね、怒られショック受けるでも、ね、これも来てほしいんです。なんですか。あー、同じ日ですね、はい、はい、全国笑いヨガ大会もある。どこだ、町づくりセンター。
え、でもそれ夜ですか？昼ですよね。昼も夜。ああそうか、花クラブさんも昼も夜もですよね。でも1時ぐらいからずっと9時ぐらいまであったよね、うん、あれはね。花クラブさんであるのはでも夜の夜だけだから、え、あれよ、1時ぐらいからずっと1時ぐらいからやるんだけど、うん、前半の昼の部は別のところでいろんな人たちに声があって、それで、あの音楽の部分は夜花クラブっていう構成になってたので、見たらびっくりしたな、あそこへってね、あのクラブの、うんうん、いや、どんな人かと思ったら、りょうじさん、え、ゆかりんはりょうじさん会ったでしょ、会ったことない、いやいや、来てくれましたよ、あれに、ここに、あのイベントに、あ、え、そうだ、そうよ、あとカーニバルに、去年イベントにわざわざ来てくださってっていうのはなぜかって言ったら、その前ここで放送してた時に僕もショーするから、うん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 、でも、初めましてと二人に挨拶して主人がどんどんこうなってこの間ね、クレでどっか食べるとこないかなって言って、ね、そこ5分でね、花クラブって書いてあったっけ、じゃあ行かなくちゃって言ったよ。あれゆかりんでもあの時会わなかったよ、会わなかったんかもしれない、ね、そう、そしたらどんな人か言ったらあんな人だった、不思議な方です、そう、でうちの主人があがる人間のああいうもんやって、ヒロとあがで盛り上がっとったまあ、ね、ちょっとクレのね、あのカーニバルの時にちょうど僕のステージで悪役教室をやった時に、あ、その時はリンゴさんも来られて、あ、おらんかったんや、行かれる、下におったんや、あ、そう、うん、知らんかったこの時ですね、それで、ってあの来てくださって、うん、でもうありがたかった、ね、なんで、あの悪役ね、柿田つまるさん知っとってんですけど、柿さんは悪役です、僕悪人です、悪つながりです私妙に納得して、そうですか、ナナパパとも仲いいです、うん、あ、そうそう、うん、そうそう、うん、ナナパ前なんかお店やってる時にはナナパパ行っちゃったりして、うん、キノピも仲いいです、あ、キノピもどう理解したらいいんだろう、あ、それぞれもう皆さんお知り合いなんですね、立花屋さんも花クラブさんもみんなね、はい、あ、自由に挨拶してください角田スレッド出さないと時間が、あ、そうよ、 あったんですか、そうですね、あの笑いヨガはあれですよ、花々にあの貼ってありますよ、貼ってありましたよ、スレッド出させてください、うん、もう出さないと分かると思うんですけど、はい、今日は何を持ってきたかやっぱりなんで言っちゃいけんって言われたそう、私ね、ちょっとね、見そびれていたんですよ、柿田スクールというですね、え、柿田スクール、はい、そう、柿渋を使ったアセトシート、そう、へぇー、アルコールに弱い人はね、そう使ったらいけないって書いてあったけど、これでもいいよ、酔っ払うんかね、この間僕も使いましたけど、これ結構いいですよ、え、それはどういう、柿渋の成分ってこと、そうです、そうです、あ、あ、いいですよ、本当に暑い時とか、スーッとしますね、え、その黒いのは理由があるんですか、これ、パケズミ腹黒い系のことじゃないですか、そこあげた、はい、炭も入ってます、あ、やっぱりアルコールに弱い人がとか、アルコール、うんうん、そう、あ、だからこの黒は、あれ炭ってこと、まあ黒の、まあおしゃれっていうこと、はい、かきたつのイメージです、うん、あ、立花さんが書き立つクール来たアントハムさんも協力いただいて、あ、これはだから、え、これはどこなってるんです、どこで売るんですか、これはこの間初めてクレーのポートキャでイベントやった時に始め出したんですよ、あの時暑かったから、はい、よかったです、で、今はネットで販売もしてます、で100個しか作ってないんで、あら、ここでは売れ切れるじゃないですか、ここで売ってないんです、100個しか作ってないんで、また作るかどうかは今これそれも皆さんからの、賛同をいただいた方から、うん、そのお金をご提供いただいて、それで作ったんですか、はあ、あれはそう、あのなんかね、三輪京子さんとキャサリンさんとかね、デブさんとか、あれ私どういう意味かわからんかった、あのね、花クラブのりょうじさんが書きたつクール欲しいっす、 iPhone で注文できんかったけん今しよう言ってた、 iPhone でできんかった、ほ、うんと、え、私、じゃあ私も iPhone だからできんのですかね、え、iPhone を試してなかったの、あ、パソコンで、うん、ていうか今注文はダメだった、今でもあります、4個ぐらいだと思ってます、あ、じゃあ私買って帰ろう、あ、もうないじゃん
残念ね。みんな買って帰るから。キャサリンさんは神戸から見てます。頭に乗せてもいいんですねって。そう。あのね、髪の代わりになる。立花さんは、立花さんはね、明日上納金、いや、協賛金をお渡しします。これいいね、なんかすっげえ。プロもおしゃれ。一口1000円でお願いしますって言ったら、うんうん、26口集まる。あ、そうじゃ。だから、まあ、忘れとった。また作ろうかなと思いながら。あ、そうなんですか。どんどん集まるのまたもう100個通過しようかな。え、1人1000円 1人1000円。じゃあまたできるじゃん。うん、私らが1000円ずつ出したい、ね。うん。またみたいな。いやでも1234、うん、あ3000じゃん。あと23人。え、な何人？その時はまた言います。その時はまた言います。そうここでちょっとでも話したらもう大きくなりますから、ね。その時はまた言います。暴走してしまうもんね。もうすでに今日あれよ、銀ちゃんゆかりのセットができたんです。内職セット。あ、ね、伊藤さんがイベント参加対象はこちらですってあれリンクを貼ってくださったんで、はい、ありがとうございます。いやいやこれおしゃれだよね、うん。ちょっと人にプレゼントするのに。はい、30分ぐらい詰めてたのも持ちますし、うん、意外と僕もっとすぐビリって破れるのかなと思ったんですけど、ね。いや破れない。破れないし。うん、え、これおいくらなんですか？これ525円です。525円。あ、そうな。ちょっと欲しいな。タオルになるよね。ね、でちょっとほら暑い時のプレゼントにおしゃれだから、うん、ね、ね、これいいわ。あ、これは頭に乗せとっちゃったね。あ、期待にね。そう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 、ね、変な髪型じゃない。おしゃれじゃわ。じゃあいろいろとあれですね、アイデアショね、うん、アイデアで。で、なんでカキシームなんですか？それを作ってるところですよ。僕がカキシームはね、腐る。あ、そういう意味ですね、うん、はいはいはい、防腐剤なんよ、すごい、うん、よくほら、柿渋で染め物したりするで、あの、防臭効果もあるんじゃないですか、うん、あ、柿渋に柿渋自体すっげえ臭いですよね。そうなん、なるほど、了解。私なんか、もちろん柿渋だから柿集まれたつながりもあるんだけど、柿渋自体がもう優秀なものなんですね。あ、わかりました。じゃあ皆さんぜひショップでお求めください、うん、え、100個しか作ってなかったらすぐ売れるよね。ね、まあ、で協賛いただいた方にはいや、もれなく一つもお願いさせてもらいますから。じゃあその時は教えてください、はい、そう、でもう3人集まったか、あと23人じゃ大丈夫、うん、ね、ボロボロ呼びかけたら集まると思うし、恐ろしいこの人たち適当なことね、あともう一個せんでしょ、はい、明日の縦サイズの時は売らないんですか？明日の縦サイズで使う、はい、それからカキシブはカレー臭対策にも良い。あ、そうじゃ、カレー臭対策、カレー臭明日縦サイズですか、僕と思ってきました。かっこいい。これもイベント参加隊で売るの？違う、違う、明日縦を使ってエクササイズを、うん、あ、それ重そうですね、なんか。いや、重くないですよね。あ、そうなんですか。縦を使ったエクササイズをするって、そういえば書きたくさんのあれに、フェイスブックに出てました。うん、そうそうそう。ウエスト細くなりますかね。なりますよ。せっかい足がはちょっとあれですけどね。お腹がへこみたらええよね。集中力と対人コミュニケーションを鍛えるっていうのを。なんで集中力のない人と対人コミュニケーションのない人が来たらいいんだね。逆に鍛えないと危ないです。え、ちょっと待って、ちょっと花のあれ、涼子さんは5個注文しました。残り28個です。ちょっと待って、私ちょっと帰るまであるかな。ちょっと待ってあれよ、うん。あと28個しかないよ、ゆかり。何が？もうネット上在庫あるんだ。あら。今でもここに4つもあるじゃんだっけ。それを私らが、うん、私らがでも1個ずつしかないね。そう、いいよ、補助金あと23人集めりゃ済むことじゃん、うん、そうね、分かった。ほいで、あれ、りょうじさんがね、あ、銀蔵さん、お久しぶりっすってどうもご無沙汰してます。いや、書いてある不参加ボタンは押さんようにしてます。参加ボタンの方のみね。参加ボタン押したら怒られるんですよ。押すな。いやでもこれはちょっと急いで帰って、これは変わっといけない。いや、これは
10本も用意してますから、来ていただいた方はそれを使いながら。へえ、どちらでするんですかね。町づくりセンターで。黒町。交流プラザなの。明日7時から1時間。なんかもう、イベントが目白押しですね、ちょっとね。ねえ。でも覚えきれんぐらい。明日が縦サイズ。で、明後日が笑いヨガ。で、その日は花花さんもあれですね。明日僕ね、コマーシャルの撮影もあるんです。え、何のコマーシャルですか。何しようは、明日以降じゃないといけないですけども、ズームスターに来ます。ズームスターで。ズームスターで撮影生身で、それともなんかコスチュームで。生身で。ちょっとお好みそうすかね。でもね、すごい素敵、明日以降でないと言えないんですね。ちょっとだけ、ちょっとだけ、同じ。野球の監督の役です。誰にも言わん。監督の役。監督の役です。監督の役、ちょっとね。じゃあ現場か、あ、分かった、建築会社で監督。野球の監督ですよ。野球の監督、監督つながりじゃないです。野球の監督、じゃあスポーツ用品って単純すぎるよね。車じゃないよね。まあ、野球の監督だけでは多分分からないと思います。野球の監督の建築か。建築近いかもしれない。建築。建築は近い。広島全部。明日になれば。あ、わかりました。やだ、今知りたい。明日撮影？明日撮影です。たくさん。今、8月か9月だと思います。たくさん撮影されるんですか？たくさんが撮影されるんですか？出るんですか？勝ちサイズの CM じゃない？出る人間は2人か3人ですね。2人か3人。僕は監督で選手があと1人、2人ぐらいです。あれですよ、書き込みがあってね、デブさんが集中力のない人呼んだ？呼んだ、あるんです、ね、呼んだ、対人コミュニケーション能力もない、あなたは来なさい。なんかね、面白い、これ誰だろう、ランボさんって、はい、さん、銀蔵さんってフリフリしっぽさんのお友達って。そう、あのランボさん、ランボさん、あ、ランボさん元気？はい、これで遅れられますよ。あ、そう。それからデブさんが、分かったって言うときながら、建築は違い、分からんくなった。で、立花さんが、マイケンラガン、なんとか県ホームの CM をやるくらいじゃけ、監督じゃ分からんよな。じゃあ明日以降楽しみにしときましょう。はい。じゃあ、いい時間になって。はい。じゃあ来月もまた楽しく、ね、あれなんですけど。銀ちゃん、せっかくに何か言うことありませんか？そう。あ、飛んだ。本はね、今執筆中なんですよ。3つ目をね、で今月いっぱいでは無理とは思うんですが、来月中には仕上げますんで。おお、すごいね。すごいね、著作があるんだもんね。かっこいい。いつして？家で？それとも家じゃないとダメ？ちょっとその空き時間にこう着せてる感じ。そうそう、うん、ちょっとかっこいいね。かっこいいですね、著作を持ってるなんてね。でもカキさんもなんかカキ売っちゃったじゃん。そうカキ売っちゃった。あれどうなった？最後はもうできてるんですけどね。できてるんですけど、文章する時間がなくて。あの脚本みたいな、シナリオみたいな。楽しみにしています。二人は共同でね、出版パーティーしちゃった。ほんまじゃねえ。もしその角田さんがパーティーをされる時には請け負いますよ。なんかブローカーが出てきた。そちら方面なら。はい、じゃあですね、なんか10時5分になってしまいましたので、角田さん、来月はまた何かありますか？こんなのまた紹介してくれ。ああ、そうですね、またいろんな変わったものを持ってこようと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来月ですね、来年じゃないですか。番組は来週。お疲れ様でした。いやいやいや、飛ばしたね。ねえ、兄さん、今日は大暴走だった。大暴走。あ、ほんとなんかね、いっぱいいっぱいあれですよ。書き込みがあって、はい、これ読まんわ、私読んで。恥ずかしいこと、
恥ずかしいこと書いとってんて、読んで。デブさんが。誰が？また変なことでも。うん。その字を当ててね。よ、プリンス。ヘコキプリンス。ヘコキプリンス。で、あれですよ、花クラブさんがあれ読みたいです。続き気になる。ああ、ですね。はい。